はい、こんにちは、カズボーです。トルネコの大冒険2続けていきたいと思います。ですね、不思議のダンジョン、あともうちょっとだね。今、まあ80回まで行ったんだけど、まあそこと、あとね、あとは剣のダンジョンと、まあ魔のダンジョンだっけ？魔法使いの。あれを攻略して、試練の館後で行くとして、もっと不思議か行ってないの。そこだけだね。あと井戸を前回全部攻略しました。ということで、これで行けるかな。鍵二つと、どこら辺から行くかな。前回80回だったけど、いきなり80はきついだろうな、さすがに。50回からスタートしても行けっかなーってぶっちゃけ思ってんだよ。まあ、とりあえず、端数は持ってきたお金。レベルアップして、ドッグスナイパーいるからね、あいつがちょっと怖いけどね。多分大丈夫だと思うんですけど、あっ、足りないよね。今49回でどっちみちかまいたちと1回行くのに1000ゴールドかかるのかな。意味ないよね。捨ててるようなもんだよね。おう、あー、いけんな。あ、大丈夫だ。やっぱレベル5まで上げておいて正解だね。5まで上げとかないときついわ、逆に。オッケーオッケー、もう勝ち。よし、とりあえず鍵で、もう一個あれ欲しいんですよ。風の。今新しいの作ってるんで。回るか、さすがに。ドラキーな一撃って。メガザルロックちょっとうざいけどね。お、なんかいいね。いや、もう関係ねえですよ。あ、なんだここ。なんだここ。なんだこれ。びっくりした。なんか、穴も持ってたんだね。メダパになんて。縦弾き無効だから。こいつはさす、あ、封印されてんのか。やばいね。でもこっからできるのはちょっと嬉しいかもね。よし。で、剛剣かまいたちをあれにくっつければいいんだよ。あの誰なんだっけ、あれ。毒しない、あ、いた、やっぱいるよね。こいつはちょっと怖いからさ。レベル上がってから攻撃されたらちょっとたまったもんじゃないかね。多分下手したら5でも一撃で落ちると思うんだけどね。落ちないかな。なんか、昔やった時に自分落ちたような気がする。それで。トラマの負け物ないな。オッケーオッケー。これでとりあえずかまいたちまず持っていくでしょ。あと70回か。30ずつ食らうからさ。これ罠じゃないからね。ね、ここに落とし穴があるから。まあ、これでもいけなくはないんでしょうけど、途方もなく時間がかかることが分かった。
まともにね、ガチで食らいながら来るのはずなんだよ。だから、アクシー拾ったじゃん。やっぱこれで、全然便利だね。これ30回復しながらすげえ時間かかる、ほら。で、お腹もさ、20まで減っちゃうしさ、すごいよね。だから、ここはここで取りに来た方がいいかもね。しかも、これでさ、リリミトがないじゃん。だから穴から落っこった方がいいんだけどね。だから、鍵をね、今2つ持ってきたんだけど、そうだね、1個取って1個出てみたいな感じの方がいいのかな？効率的には。あとあのかまいたちをくっつけたりなんだりしてね、やればいいかなと思うんですけどね。あと60階にツルハシがないといけない場所もあるんで、まあそれ取りに来てもよかったかな。あとでも取れると思って、アイスソードとかもそうなんだけどね。まあちょっとまだ拾ってないやつでごめんなさいなんだけど。攻撃力は元は高いんだけど、あ、これいい剣じゃんと思ってそれをね、元に作っちゃうとね、大変な目に遭うんで。だベビーフォークとかもどうなんかな。だか今このね、封印になってるじゃん。だからね、こうやって踊らされずに済むんで、こうやってるとね。ちょっと70回まで行っちゃうね。それで一回多分イベントの巻物とか落っこってると思うんで、落っこってなかったらその先まで行くパートになるかな。鍵開けちゃえばいけたもんね。多分ね、そのさらに下の奥にあるのが、あれ、変化のついたよな、確かな。ちょっといろいろ必要なんだよね、あそこもね。鍵が2個必要だからね、どっちみち。だからとりあえず、まあ武器を作ってって感じだね、今回は。ちょっとそこまでカットします。さすがに、20回はやばい。あ、こいつがさ、落とすんだよ。エリミネーターの斧かな。それが、会心の一撃出やすいのかな。だからそれをね、落としたいんだけど、これダメなんかな。でもミニデーモン落としてたもんね、普通にね。まあいいや、ちょっと行ってみますね。さて、70階まで来たんだけど、一回出ましたね。出て、剛健かまいたちとかね、配合しましたけど。これとかってさ、そうだな。物を投げて、ストップしてもいいよね。まあそういう手もあるよね。あ、やっちゃった。倒しちゃったじゃん。これさ、思ったけどさ、敵の攻撃封印できるのがさ、まあ、これで封印はできんだけど、攻撃しないと封印できないから、先手打たれたらね、食らうんですよ、まずね。だから、これ、盾もう一個あったかな？なんかちょっと考えたら魔法の盾ってのがあったと思うんだけど、魔法の剣あったじゃん。だそれが、多分、なんだろう、催眠攻撃とかさ、なんか踊りとか、なんだろう、こっちが攻撃する前に防げんのかなっていう気がするんだけどね。とりあえずこれ配合して、地下80階まで行ったじゃないですか。ね、だから、まあそこから先行ってもいいんだけど、鍵2個持ってきた方がいいよなと思ってさ。こんなんとか多分、食らわなくなると思うんだよね。このアイテム取って一回もう一回出て行こうかな。あ、びっくり。びっくりなんだけど、鍵落っこってたね。結構レアだぜ。ああ。めったに落っこってないんだけどな。だこれね、手に入れば、
食らうじゃん。これ多分なんかやってて違うなと思う。盾拾ったじゃないですか、風の盾。だからそれ持っててもあんま意味ねえなと思ってさ、一回出っか。鍵びっくりだね。やっぱ持っていかなくちゃないよね。98階とかにあると思うんですよね。だから道中カットしていきますんで、これをさ配合して、あ、配合じゃねえや、合成だ。まあ言い間違いですからね。結構あるもんな。やっぱ売らなくちゃないよね。魔法の剣はあれじゃん、あそこにあったじゃん、魔法のダンジョンにあったけど、こんなん配合してもいいね。あ、配合じゃねえやいつも間違える。合成ね。やっぱいらないよな。中華なんか絶対いらない。だたまに持ってきてって言われるから 何個か持ってるけど、これもプラスした方がいいかもしれないけどね。コンボ30とか取っとこう。魔法の剣とかでもいいけど、また取りに行くのめんどくせえからさ、あれ。ちょっと鑑賞用で取っときます。鍛冶屋じゃなくてこっちだね。合成屋で、あっちの正義のそろばんにいろいろくっつけないといけないからさ、ゾンビ斬りとかも何もくっついてないから。まあ、ひとまず先手打てれば安心だよね。よし。じゃあね、どうしよっかな。あそこ行こうか。罠抜け、これを預けて、お金貯めてさ、貯金いくら預けたらいいとかあるじゃん。あれをやっちゃおうかな。罠抜け回復。なんでいいかな。鍵のところでさ、もう鍵はいらないんだけどね。次回じゃあ80回からスタートしようか。70何回ぐらいから行こうか。とりあえず合成したいのあったんで、もうちょっと最強の剣欲しいかなって思ってるんですよね。だ途中で拾わなくちゃいけないものもあるんで、そこが怖いかな。こっちはね、間違えた。7階あたりから始めてもいいよね。
それ死んだら嫌だから、そう、まず5回行くわ。魔物縛りあれば10回行けたもんね。10回というかレベル10ね。はい、始まった。罠抜けこれいらなかった。失敗した。通過だった。いや、いいね。だからこれ強化していけばいいんだけど、これ以上ダメージ出ないよね。もう勝ちだね。勝ちだね。レベル1でもこれは勝てっからね。だから早く武器をね作りたいな。冒険かまいたちと風をつけたいでしょ。おお、いいね。爆発しないからね、これでね。あ、階段見っけ。まあ本当は全部拾えればいいんだけどね。まあこの繰り返しでお金ちょっと貯めて80万ゴールだったよね、確か。え、なんだこれ、どこだよ。あそこに見えたのに。まあ今回ちょっとすげえ中途半端でもないかな。まあもう落ちることはないよ。これどうなってる、これ。あそこに階段見えたんだけどね。上から行くのか。いや違うな。え、どうやって行くのこれ。迷路なんですけど。え、どっから行くのこれ、マジで。下か、ここだ。ここじゃなかったらだって、ああ。鍵もいらないよ。80いったね。川の盾150万まだあるのかい。倍だね。川の盾30って。まあ、プラス30くっつければね、ああ、まあ、そうだよね。まあ、ためっか150まで、今やんないと多分、使っちゃうもんね。とりあえず武器もね、もう一個の方合成着々と進んでますので。バイキルトとかスカラとかが結構怒ってるから、ね。
とゾンビ斬りと、ゾンビ斬りとなんだ、飛んでるやつか。レベル1でもいけるわ。回復の指輪があればなんとかなりますね。7以上はきついかな。8でもいけっかな。火吐かれたらアウトだからね、とりあえずね。だからドラゴンとかいたらちょっときついけど、ドラゴンより後に出てくる奴らのダンジョンだけど、火吐いたりはしないから、7無難だね。しかも、クリアするごとに6万ゴールドもらえるんで、ちょっと便利かな。敵倒してもお金落とすしね。はい。回復の指輪装備していれば、まず大丈夫。殴られてもまず落ちないから。これ3人でしょ。君が邪魔くせえな。せっかく壁作ってんのに。耐えれんね。君がやっぱ攻撃力高いな。一歩右行くか。ここにいた方がいい。まあもうこれ大丈夫だ。 OK。 壁作っちゃえばね、もう来れないからね。であとは巻物が起こってるかもしれないので、それ拾ってね、終わりだね。金集めるときはこれ便利だよね。あれいないな。ミニデーモン。で最後はあのバイキルト使えば、まあ、プラス上がるんで、もうずっとその作業やってねえから、まあ、上げちゃってもいいよね。最終的に配合するからね。いやこれはいい。もう巻物しか拾わねえ。あと間違えた。壺か、壺もいらねえ。うわ怒ってね、巻物が。まあこんなもんだ。じゃちょっと150万まで貯めちゃいますね。ここで鍵いらないんで、まあ6、5、30で5回やったんだけど、あと1回だ。もう5個アイテム持っていけるけどね。まあ4つで十分だね。下手したら3つでもいける。通貨の指輪はまああった方がいいかな。変な通路の時に便利だからね。まあ、ある程度強い武器と8方向攻撃するのと、あと封印ね。それであと回復の指輪があればいけるかな。レベルは1でも、まあちょっと時間かかるけどね。5にしても、5にした方が楽だけど。
お、勝ちだなこれ。いっちゃおう。溜まったね。溜まったけどちょっともったいねえなこれ。もう一回やろう。150万貯まりましたね。もう一回次いくらか稼いできてって言われるのかな。2歩下だって。ただで6万ゴールドもらって。あんな何も持たずに行けたよね今のね。8とかだと何だろう、ドッグスナイパー出てくるのかな。あれがちょっと邪魔くさいからやられる可能性あるからね。やっぱ怖いよね。で地下50階とかに不思議のダンジョンで降りても、お、1しか食らわない。120枠からね、ちょっと時間かかってるね。まずやられないんで、回復の指遊びすれば。びっくりすることに、ダメージ床踏んで10食らうんだけど、10回復するから。ね。74でしょ？で、64なんだけど、すぐ74になるからね。あとはもう通過で大丈夫だね。お、白紙。白紙はもう、バイキルトって書いちゃう。新しい武器作ってるからね。やっぱりあれだ。お金、ベビーフォークつけるとダメだね。剛健かまいたちとか元にしても弱いしね。いいね。落ちてるときいっぱい怒ってるこれ。なんかね、決まってるっていうか、落ちてないときは落ちてないんだけど、一個その怒ってるとさ、バイキルトの巻物とか怒ってると結構怒ってんだよ。なんかそのシステム的な問題じゃねえかな。だから多分巻物あれば、これもうミミックだからね。あれもミミックだね。通過いいね。通過いいっしょこれ。一回だけまずレベル上げて、でこんなんあれを落とす可能性あるからね。 OK ね。落っこってんでしょ。バイキルとかトラマナかスカラしか落っこってないかな。拾わなくていい。こうやって行ってない場所を、あ、階段も行って、まあ、マップに置いとけばね。あとないかな。盾とかもこれ偽物なんで。よしね、強くなったね。もういいんじゃない。40ぐらいいけるでしょ。あとは、飛んでるのと、あとなんだ。ゾンビキラーか。ウィンドスピアとゾンビキラーだね。まあ、あそこに売ってっかな。どうだっけ、あれ。森って結構売ってるじゃん。行ってみっか。セーブして。2個しか持ち込めなかったよね、確か。よし。おお！もらった。分裂の壺をもらった。吸い出しの巻物をもらった。祈りの。これってさ、どうなんだろう。正義のそろばんを分裂して吸い出しの巻物使って、
あ、そっか、吸い出し巻物1個しかないのか。分裂の壺に吸い出し入れて、吸い出しどっかでもう1個手に入れた方がいいよね。じゃあね。だからこれとか増えるってことだよ。要はね。吸い出しが1個しかないのか。これは絶対いる。あとは、ところで、あれは次何かもらえるっていうのは、吸い出しの負け物、多分あれ、もっと不思議とかに落っこってんのかな。ああ、もうないんだ。50万円これで迷いの森って結構森あったじゃん。森あるに決まってんじゃん。迷いの森なんだから、森に決まってんじゃん。森しかねえわ。むしろ迷いの森なんだけど、店あったじゃん結構。パンなんだっけ、パンつかみじゃねえや、なんだっけ、なんだパンつかみってパン落としだ。お店結構あんだよ。ほら。いや、コンボじゃない。ああ。外れです。ゾンビキラーとウィンドスピアあれば。魔法の盾とかって売ってんのかな？ここ結構、あったあったあった。どっち、あー、ドラゴンキラーか。竜はもうついてたもんね。ね。残念。よし。まあ、今回ここまでにしますね。一回出るまでやっちゃうか。せっかくだからね。もっと不思議は、一番最後でいいかな。じっくりやりたいし。お、いいね、いいね。うわー。ですね。どうやって正解。いいの音ね。ああ、金の剣か。言って正解だったね。案外奥にあっかもしれないね。これで終わりか。まあまさかにあるな、これが。終わりかな。あ、終わりですね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。